パルミラ文字が刻まれた粘土版ルーブル美術館所蔵パルミラ文字とは現在のシリア東部にあった古代の和室都市パルミラにおいて用いられていたアラム語の方言を表記するための文字であるアケメネス朝時代のアラム文字が曲線化した地方編集の一つであり右から左に書かれるアブジャドであるアケメネス朝崩壊後もアラム語とアラム文字は広い地域で使われ続けたが 紀元前250年頃から地方ごとに様々な編集に分化した。これらの多くは筆記体的、曲線的な外観を持っていた。パルミラ文字もそのような文字の一つで、法能や名誉の記念及び関税の宝直を記した国文が残っており、その多くはギリシア語との二言語で記されている。いくつかの文字は判別が難しく、特に D と R は全く区別できなくなったため、2世紀中頃から R の上に点をつけるようになった。パルミラ文字は史上最初に解読に成功した古代文字である。1754年、フランスのジャン・ジャック・バルテルミは、パルミラ文字とギリシア文字の二言語秘文を元にして、ギリシア文字の固有名詞に対応するパルミラ文字部分を元に音化を推定し、同定された文字を使って読むと、 当時すでに知られていたシリア語やヘブライ語に似た言語として読めることを明らかにした。パルミラ文字は2014年のユニコード7.0で追加多言語面に追加された。ありがとうございます。